どうも、炎の料理人、モコと申します。本日はですね、この定点カメラで料理動画を撮っていくんですが、作るのはお好み焼きですね。はい。これ、ちょっと一回試しに作ったんだけど、想像以上にうまくできたんで、ご紹介しようと思います。で、今回コンセプト、無駄に贅沢ということで、はい。こちら あのステーキとかに使う黒毛和牛の、この薄切りのやつ、これをもうお好み焼きの肉にもうどっさり容赦なく使っていって、やっていこうかなと思います。で、まあ、お好み焼きといったら粉もんなんですが、まずはねしっかりとまずキャベツを切っていく。はい、キャベツですね。キャベツが必要になりますので、このキャベツを切るところから始まるんですね。もう、こうやって、まあこんぐらい使うだろうなっていう量をこんぐらい、まあ、切って、まあ、みじん切りとまでは言いませんが、結構小さく細かく切るのを僕はおすすめします。これぐらい、はいはい、ザクザク切っていきます。これを豪快にもうしっかり ね、まあ、いつもの料理は本当はもう僕のアドリブ即興に近いものがあるんです。今回はもう事前に一回試してるんで、もう味の保証は任せてください。はい、こんな感じですね。キャベツで、まあ専用、これぶっちゃけこれ小麦粉とかでいいんですけどね、小麦粉とか何でもいいねんけど、もう粉をまずまぶします。なんかね、こう山芋パウダーっていうのがこのお好み焼きセットには入ってるんで、まあせっかくならこれを使おうかなと。でこれなんか水に溶かせっていうふうに書いとるから、うわすげえ、あこれ、まあ、よくさ、お好み焼き、山芋で生地作るみたいなのあるじゃないですか。まあ、多分そういうことでしょうね。こんな感じで山芋パウダーを投入できます。で、これを、まあ、流し込む。流し込んでいく。さらに、生卵。はい、生卵。1個っすね。生卵は、まあ、やはり使いたいと。なんか天かすとか入ってたんで、天かすもどうせならもう全部使っちゃいますわ。天かすを入れるとなぜ美味しくなるかっていうか、その油が全部にコクを生み出すっていうほか、このやっぱ結局つなぎになるらしいんですよね、この天かすの素材そのものが、やっぱ粉物の、だからお好み焼きって天かす入ってるじゃないですか。多分油やんっていうふうに思う人おるかもしれないんですけど、もう大事なお好み焼きっていう作品を構成する一つの要素になっているんだよっていうのをなんか袋に書いてますわ。はい、でこれ粉がダマにならんようにしっかり混ぜます。 OK、 したらこのフライパンにまあ、火をつけていくんですけど、基本的に油引くの嫌いなんですよね、こういう焼き物するときに。だし、あんまり油が必要ないフライパン、ちゃんとしっかりコーティングされてて、こびりつかないフライパンなんで、これ、ちょっともうこのまま、ザシュって入れていきます。はい。もう、豪快に。お好み焼き、本当に僕、学生の頃に食ったように自分で作って、出たんですよ。なんでかって言ったら単純にコストがね安いんですよ、ね、だしヘルシー、野菜とかあとお肉、プラス炭水化物、それはもうまとめて摂取できる。単純に料理として食べ物の一人暮らしの食べ物としてね、コスパいいし効率もいい、栄養価も高いし、はい。なんで、あとは、これちょっと、このフライパンね、あんまりお好み焼き作るのには向いてないんですが、こうやって中に空気を入れつつ、
まあ、約3分ほど、焼いていきます。はい。この間に、こちらの肉、はい。これをスライスしたものも用意しておきます。ちょっとこれ冷凍してるんで、この肉、すげえ油だな。これもうスライスして全部使います。ちょっと量的には多分多いんですけど、うん、どうせ余してもね、そのまま食うだけやし、ね、だったらもういつもほど全部お好み焼きに使う。もうこの、はい、これごともう丸ごと全部上に乗っける。やばくない？ステーキ1枚こびりついてるお好み焼きよ、これ。ステーキお好み。ステーキお好み焼き。これね、でもひっくり返すのがまた至難の技だと思うでしょ？でも絶対成功させますからね。そこはもう関西人の血。関西人の意地ってもんがあるから。胡椒ちょっと余ってるんで、もうちょっと使うだけで、はい、もう見た目がうまそうやもんな、これな。見た目が完全にうまそう。うん。で、これを、はい、こびりついてませんね。しっかり、まあ、表面焼き、もうして、こうガッてひっくり返すの。そのシーンだけは絶対に動画に収めたいんで。拡張する。こう、こんぐらい？ここぐらいは多分と、ああ、もうちょっとあれやな。もうちょい引いた方がいいや。引くというか、このカメラのアングルを上げた方がいいな、これ。さあ、そろそろ、お好み焼きショーの始まりですよ。準備はいいですか、皆さん。いきますよ。いくぜ、いくぜ、これ。3、2、1。おお、すごいよ。きれいにいった。きれいに手持ちをひっくり返ったわ。完璧、肉も崩れてへんし。はい、これで蒸します。これ出して蒸す。ちょっと火も弱める。はい、あとはもう完成待つのみ。ちょっと皆さん、あんまりこれ蒸しすぎてもあれだから。最後でもう一回ひっくり返そうかな。最後もう一回ひっくり返す。うわ、はい、おい、うわ、ちょっと待って。若干焦げてません？ちょっとこ、まあ、でもなんか、まあ、意味お好み焼きっぽいね。うん。本当はレアとかで食べるような肉やからな、これ。シンマレアやったら、その辺のなんか、細切れの肉と変わらないっていう。ま、でも、これはこれで、いいんじゃないでしょうか。うん。見た目も全然美味しそうやし、しっかりと、焼けてるんちゃうから。まあ、多少赤みが、肉赤みが上がってるな。表面だけパリっていった感じか。まあ、そこはね、国産、牛肉っていう利点を生かして、生のまま食っていきたいと思います。うん、よし、これであともう蓋して、まあ、たぶん火はもう消していいんで、まあ、もうちょっとだけ弱火で、うん、蒸して、じっくりね、あんまなかなかべちゃべちゃで生で飲まないと気持ち悪いからね。はい、ということで完成したので食べていこうと思います。こんな感じです。はい。で、まあ、男の料理ということで、うわ、ちょっと待って、燃えるな。男の料理なので、まあ、いちいち皿に盛り付けたりはせずに、そのまんまもうここのフライパンの上に、はい、このまず、おたふくソースをふんだんにかけまくって、で、まあ、付属のこの青のり、うん、全部まぶして、あとなんか、たらこパスタ作った時についてきた、海苔もかけたろ。はい。はい、これで完成でございます。じゃあ、いただきます。わあ、しっかり、
あ、焼けてる焼けてる、しっかりと焼けてるわ。いただきます。あ、ほっ、あはははは、ちゃんと焼けてるわこれ。めっちゃジューシーやわ。そんで、てかオタクソースうめえな。やっぱあの生地がふわっとしとるね。じゃあこの肉、脂がすごい。脂うまっ。あ、でもなんかこうやって食べてるとなんか味が豚肉と変わらへんわ。お好みで焼きで焼くと全部こういう味なんのか、肉って。やったらさ、安い肉使ったから得やな。この黒毛和牛でやる意味全くなかった。まあ、美味しいけど地味に海苔うまい。うまっ。いや、うますぎて夢中で食ってもうた。ごちそうさまでした。めちゃめちゃうまかった。まあ、別に肉はね、ちゃんとね、やっぱ素材の味になってたんですけど、素材の味になってたけど、おおむね豚肉で十分だと思います。豚肉の細切り 100g、100円ぐらいの。あとはやっぱお好み焼きカスタマイズ性がすごい高くて、チーズとか、あとキムチとか、そういうあのブレンドができるんで、よかったら皆さん試してみてください。本当に一人暮らしの人、これから一人暮らしを始めるって人もおすすめです。本当に原価もめちゃめちゃ安いんで、安くしようと思ったら何もで安くできるから、お好み焼きは。なので皆さんもぜひ食べてみてください。ご視聴ありがとうございました。